皆様こんばんは。カープホークス乃木坂46ファンです。本日、9月の23日土曜日ですね。本日もですね、試合で行われましたその振り返りの動画を撮ってまいりたいと思います。水曜日はですね、DeNA との、ね、直接対決で、マツダスタジアムで行われましたけれども、この試合は、ねまあ、負けてしまって、最終戦負けてしまって、ゲーム差3位の DeNA との1ゲーム差となってしまって、その2日を、その木、金、2日間空いて、で今日土曜日は、東京ドームでの、巨人戦最終戦ですね。ですね、今ね、もう終盤なんですけれども、今ね、2位の広島と3位の DeNA、そして4位のジャイアンツとの、現在 CS 争いでの、厳しい戦いが、まだ続いております。今ね、セ・リーグは今混戦となっています。それでですね、今日は、カープの、怪我から復帰してきた上本選手、そして菊池選手、それから、その前のね、DeNA 戦で、体調不良で登録抹消された秋山選手も、3人ね、復帰した今日のカープの、嬉しいお知らせと、今日の試合の振り返りをお伝えしたいと思います。ですね、立ち上がりはね、まずね、堂林のね、ソロホームランで、カープの試合の動きがありまして、その後ね、ジャイアンツの攻撃に、坂本のタイムリーで同点に追いつかれて、でその後に、ですね、その後に、犠牲フライで、ジャイアンツに逆転をつかれましたけれどもね、まあ、それでもね、しっかりとね、カープの打線がしっかりとね、まあ、つないでくれて、なんとですね、点を追う、そして4回は堂林の末包の敵地 で試合をひっくり返して、そして3対3を迎えた、7回ですね。試合の流れはね、どちらにね、いいか分からないね、ストライクが入った積極的にと、末包がレフトへの勝ち越しアーチを放って、菅野をノックアウトとすると、秋山も変わった船坂から4ヶ月目のね、アーチとなるダメ押しを誇るツーランを放って、そして8回には、末包が巨人にとどめを刺すプロにの初となる2打席連続の10号ソロホームランで、東京ドームのファンに日本を届けられるよ、届けられてよかったかなと思いますし、と、満面のほら、ほらみを浮かべたということです。それからね、今日のね、投げては先発の森下投手はですね、2回まではですね、無失点の好投だったんですけれども、途中からね、3回、4回かな。に3失点を許しましたけども、それでもね、一つも失点を許さずにしっかりといいピッチングで試合を作り、リリーフ陣が無失点でバトンをつないで、最後は4点差にもかかわらず、抑えの栗林が投入して投げ切って、最後は栗林が締めたということです。ただね、9回の攻撃に一発を放った今日ね、体調不良でね、復帰してきました秋山選手がですね、なんとちょっとね、ちょっと大変な状況なんですけども、左ふくらはぎをデッドボールを受けて、
途中で交代して、新井監督もですね、ベンチ前から状態を確認するなどのその状態が気がかりだということなんですけども、ですね、まあちょっとね、またもね、これ以上選手に怪我を与えてしまうと、もうやっぱりね、そのちょっとね、もうちょっと終盤にね、もう怪我人が出ると本当に大変ね、一番苦しいのはですね、まあチームだし、それからカープの新井監督も、その秋山選手は、怪我したら、明日の試合はどうなるのかも、明日は秋山使えるのかなっていうのは、そこはもう新井監督がもう様子を見て、今日は状態はどうなのかなとかもね、ちょっとね、そこはもうしっかりとね、様子見ないと、やっぱね、大変じゃないかなと思いますし、まあそうですね、まあもうあんまり今ね、ちょっと、まあ大丈夫かなと思ったら、まあ使えるんですけど、まあ、どうしても心配な時はもう、秋山選手はもう、ベンチ入りで、その秋山選手の穴埋めは誰を埋めるのかも、そこは新井監督が極めて、この人にしようかなっていうのも、そこは判断するんじゃないかなと思います。はい、なのでね、もう何としてもね、まあできればね、もうCS に向かってね、もう選手たちがね、こうしてね、まあ最後まで一つでもね、勝ちをね、つないで、そしてね、しっかりと打線をね、つなげて点を取ろうとかもね、そこはもう少しでもね、考えればね、なんとか5年ぶりのね、まあ、CS にね、向かってね、いいところをね、まあ、見せてくれるんじゃないかなと思います。はい。なのでね、もうこれ以上ね、まあ、怪我人はね、もう出してほしくないですし、もう主力選手がね、だんだんいなくなるとね、もう辛くなりますのでね、なんとか、できればね、もう怪我なくね、最後までね、まあ、戦い抜いてほしいなと思います。あとね、もう、あとはもう残り試合数もね、少ないのでね、まあ必死でやってほしいです。はい、はい、というわけで、まあカープはね、今日ね、3位の横浜 DeNA ベイスターズが負けたので、これでね、3位とのゲーム差が2ゲームとなって、それからね、まあジャイアンツも今日はカープに負けて、これで5ゲームとなって、明日ですね、明日にも、24日にも、明日ヤクルト戦で勝てば CS 進出になりますけれども、ですね、これで CS のね、大手にかかりまして、まあ、明日ですね、まあ、明日の条件としてはもう、勝つか引き分けですね。その3位と、またね、明日ですね、明日の条件はですね、広島が24日のヤクルト戦で勝って自力に決定しますけども、引き分けでもですね、巨人が引き分けか負けで敗れても、進出するということです。はい、ですね、まあ明日はですね、広島カープはですね、ナイトゲームなんでね、その明日の条件によっては、ジャイアンツが結果次第ですね。ってことは、横浜 DeNA が勝っても、まあ、ゲーム差は広がりませんけども、このまま勢いでいけば、まあ、カープの、進出が決まるということです。はい。はい、それから明日ですね、明日9月24日
ですね、明日は本拠地で広島対ヤクルトの試合が行います。で、試合開始時間は明日はナイトゲームで18時開始予定で、広島カープの先発投手は栗投手、そしてヤクルトの先発投手は小川投手のお二人の投げ合いになっています。はい、こんな感じですね。まあ、ですね、まあ、まあ、明日勝てばね、まあ、CS 進出っていうわけですけどもね、明日こそはもう、なんとしてもね、負けられない試合なのでね、このまま、まあ、明日負けてしまうとね、また次の試合に持ち越しになりますのでね、明日こそ、明日も勝ちましょう。では、広島カープの、試合の振り返りは、こんな感じで終わりたいと思います。では、今日もゆっくり休みなさい。では皆様、おやすみなさい。あ、それからですね、この後ですね、ソフトバンクの方も振り返りますので、どちらもお待ちください。では、一旦切ります。ありがとうございました。